さあそれではですね、2月27日6時11分の相場解説に入ろうかと思います。これはデイリーなんですけども、デイリーはですね、こう全体的に右肩上がりでバーッと推移してきたんですよね。でここに来てちょっと主戦場が変わります。こちらの方から上の方がこれからのね、推移するレンジになると思います。今まではここだったんですけど、今まではここだったんですよ。ここにずっとねチャートバーがいたんですけども、今度からはこちらの方にね移ってくるんではないかなと予測します。で時間軸を見た時に肝心なのが、これがね上目線なのか下目線なのかってことなんですけども、これねどこから見るかにもよるんですけども、まあ大体こういうふうに見て取れるんですよ。移動平均線を見ていただくとどっちの方向に向かっていくのかが分かりますんで、買い目線なのか売り目線なのか分からないときは移動平均線を見てください。でよくね誤解される方がいるんですけども、ここだけ見ると下がり目線ですよ、下目線ですよ、ここだけ見るとね下目線ですよ。だからこの切り取った全体を見ていくのが肝心なんですよね。この辺から始まってこの辺に来てるわけですから、これは右肩上がりっていうふうに言っていいと思います。では4時間の方見てみましょうか。4時間もだからそうなるとこういうふうにね上目線なんですよ。でこういうふうに言ってるわけですね。移動平均線見れば分かりますから。ただこの瞬間だけここだけを見ちゃうとこれは下目線になりますよね。でも4時間ですから4時間で見ていかないといけないんで、これはまだまだ右肩上がりというかね上目線でいいと思います。でちょっと待ってくださいよ。ここでも解説しなくちゃいけなかったですね。ここで注目されるのはこちらですよね。ずっとここで何ですかねゾーンを固めていたわけですよ。だからこうなった時にここに力点があるっていうような形でねこうポンと跳ねるわけですよね。操作トップがこういうふうに来ていると、まあ操作トップは1時間で言えば操作トップなんですけどね、こういうふうになってると。でちょっと1時間見てみましょうか。だから1時間がちょっとねほら売り目線になってきてるように見えるでしょ。だから切り取るところを1時間をここで切り取ると売り目線なんですよ。しかし、そうですね、まあ売り目線になりつつあるかなってとこですけども、おかげさまで、おかげさまでって何がおかげか分かんないんですけども、ここ直近で見ると横ばいなんですね。これね横ばいに入りつつあるというとこだと思いますね。だいたい操作トップの後ってこういうふうにギザギザしながら真横に向かうことが多いんですよ。これブワーッといって一個大きい操作トップ作って、その後はこの前も話しましたけどね、取っ手のとこです、フライパンの取っ手、まあですんでしばらくは横ばいに入るんではないかなと思いますんで、移動平均線もねまとまってきましたし、まあですんで、こういう時は上に跳ねるか下に跳ねるかの前兆になりますんで、私はまあ下の方に行くと思いますけどね、その辺を見極めていこうかなってことです。現在今日中に売りになるか買いになるのかってことは分かりません。だからしばらくこの横ばいがねどういうふうにばらけていくのかってことを観察しようかと思います。それがエントリーポイント待つってことになると思います。では本日は以上かな。ゆっくり見ていきましょう。